はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマーベルスナップやっていこうと思います。ということで、行きましょう。さあ、来い。相手見つかる。プロジェクトペガサス。ほー。え？あー、どうしようかな、これ。まあ、モラレス、出し毒っちゃ出し毒か。で、真ん中にクローク出しとこうかな。こんな感じでどうでしょう。相手3枚出す。ほー。フォークアイ、レディシフ、ウルスベン破壊。なんだこれ。お、初登場、モービウス。永続、このゲーム中に配置されたカード1枚につきパワーをプラス2する。2点で0を2になった。ほー、これ手札ないんじゃない、相手。手札が相手ないんじゃないっていうね。ミラーディメンション、単4に他のロケーションに変化する。ニコスの動きが悩ましいか。ちょっとね、最後のロケーション見るまではスカーレットも出しにくい。あ、まあフィストハゲか。フィストハゲの動きだから、まあ一応フィストだけ出しとこうか。 OK。 お、相手真ん中に移動する。はい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 。最後が、あ、シニスターロンドン。このロケーションにプレイしたカードのコピーを出す。はい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 。まあ、おはげさんかな？おはげさん分裂しながら殴られてもらいましょうか。あ、これはあれか。でも殴られてから攻撃力上がるから、コピーは3点か。ん？どうなる？いや、8点がコピーされる？あ、でかい！それでかい。あ、そしてダブルシニスターロンドン。はい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 、そうなる。まあクレイブン増やしますか。ちょっとバー埋めちゃうよな。移動があんまりできない気がするんだよね。これはね、むしろスカーレットでシニスターロンドン書き換えて相手に使えないようにする方がいい気がする。いや、クレイブンだけ増やしてから書き換えるか。これでいきましょう。ただクレイブンはできれば左 OK で、シニスターロンドンは書き換えて、対象がないアイアンハートの2回発動は防いだ。 OK、 それ自体はよし。プルマン遅い。プルマン遅い。おっと、これはね、ターン後の終了時にこのロケーションのカードのパワープラス2するだから、まあ遅いとはいえプルマン出しといた方がいい。で、ナイトクローラーも出して、スタークタワーの効果でパワーアップしてから、プロジェクトペガサスの方のクレイブンを強化するために移動しましょう。これで OK。これ単純に場のパワーで勝ってるでしょう。まあまあまあ、プルマン出して、お、相手はブレイド。はい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 、4体パワーアップできたから、こっちのが恩恵を受けてる。さあ、そして、ナイトクローラー移動のハルクバスター装備で、ハルクバスター装備したやつのコピーがスタークタワーに出るのであれば完璧なんだけど、これスナップしていいでしょう。行きましょう。さあ、ハルクバスターくっつく。そして、12点のコピーが出る。オッケーオッケーオッケー。はい、これは勝ち、完勝だね。オーケーオッケー。勝利。ちょっと移動っぽくない動きだったけど、まあロケーションがロケーションだけにしょうがない。みちみちだね。そうでね、俺ね、ちょっと思ったのが、移動デッキでもああやってね、ロケーションによって
場が埋まりすぎて動かせなくなっちゃうことはあるから、そういう意味ではなんか単品でカーネージピン刺しもありかなって、移動デッキにっていうのをちょっと思ったんだけど、何抜くかがね、何抜くかがわからないんだよねちょっとね、移動デッキにカーネージピン刺しはね考えてるんだよね。リスとか恐竜出てきても鬱陶しいし、まあもう一戦いきますか。リスとか恐竜出てきたりしても鬱陶しいし、まあああやってコピーが出てくる盤面の時とかに強化できなかったプルマンが増えたりした時にちょっと場を開ける意味でカーネージピン刺しありな気もするんだよね。何抜けばいいだろう。まあ真ん中にクレイブン出していきますか。ナイトクローラーかな。ナイトクローラーとカーネージチェンジはありな気がするんだけど、それだと1コスはね本当にフィストだけになっちゃって、フィストも1ターン目に出すようなカードじゃないから実質1コス0になっちゃうんだよね。それがどうかなとか思わなくはないんだけど、これどうしよっかな。ハゲさんニザベに出しとくと、ストレンジで吸いやすいっていう意味はあるかな。ロケーションの効果での強化が入るので、おっとストーム、ニューヨーク書き換えは嫌だね。それちょっと嫌だな。あーでもあれか、フィストストレンジみたいな動きか。スカーレットで書き換えるっていうのも考えなくはないが、これでいきましょうか。相手ニザベに3体出してくる。はい、バルチャスで真ん中に出す。15点で、ストレンジをどかして12点。相手はニザベにいろいろ並べてくる。おっと、ナイトクローラーのコストが上がっちゃう。で相手ナイトクローラー反乱中。さあこれで真ん中は出せなくなったよと。これどうしようかな。これニザベ書き換えちゃえばまだ互角か。ニザベ書き換えてクローク出しとく。これでいこう。さあ相手はブルマ。こちらはニザベを書き換える。サカール。あ、バスターが出る。カイザー出ちゃう。相手のがいいな、これ。相手の方が勝る動き。バスター出ちゃうけど、これは勝てないね。6点。クローク。さて。ねえ、クレイブン勝ってるからこっちに逃がしてフィストも出す。これで相手多分ね、サカールから動かしてくると思うので、ホブゴブ出しましょうか。怖いな、大丈夫かなこれ。多分いける。真ん中かつ、サカールはね、多分ね、1体でもどかすと、仮に4点を動かしたとしても、15点だから8点引いて、いや、結局サカール勝てないか。まあでも、ホブゴブ出さないよりは出した方がいいでしょう。これで行ってみましょう。
動かした。お、いや、いてえ。あー、バカ。ちょっとそれはずずるそれ強い。やられた。ぐわー、ウルトロンね。はあ、そうですか。ハゲを動かすべきじゃなかったか。いや、でも動かさないと8点なんだよね。だから真ん中12点で互角、監獄が7点、13点しか出ない。互角、あー、じゃあ勝てないね。どっちにしろ同点、同点で逆あるの勝負になっちゃうもんね。それだとダメっすね。ヘイムダル引けなかったのがまあ辛いのか。そもそも、はい、ということで、まあ、今回はね、ここまでにしておこうと思います。ありがとうございました。よいしょー。